どうもビアンカチンです。今日のビアンカチンとパパさんはちょっと怒っとる関係で、ビアンカチン今日はリーゼントさせてもらってます。なんで怒っとるかは後で説明するけれども、ほんやけどリーゼントしとるかと思ったら、気がついたら海原遥か彼方師匠みたいになっちゃってるよ。なんかこれリーゼントがふわ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 しちゃって、おかしな感じでパパさんに笑われちゃったけれども、あ、でもビアンカチン真剣勝負、今日も張り切ってどうぞ。はい、今日もイズちゃんと子犬たちと見守り隊の物語。子犬ちゃんたちはだいぶ大きくなって、いろんなリラックスしたり遊べるようになったんだよ。ほいで、実は今日はなんでビアンカチンとパパさんが怒っとるかって、何これ、モニカちゃんかわいらしいね、あんた。なんで怒っとるかっていうと、今日は本当は子犬ちゃんたちが初めて離乳食を食べたお話をする予定だったんです。バル君、ママに頭ボクンって やられとったけども、ほいで離乳食を実際に子犬ちゃんたちは食べたんだけれども、なんとモニカちゃんがひっくり返っちゃいました。なんと離乳食を撮っとる映像がなぜか撮れていませんでした。撮っとるつもりだったのが撮っていなくて、撮っていない、撮らない部分を一生懸命録画しとったみたい。これはビアンカチンとパパさんの責任。ほいだもんね、離乳食が終わって編集作業パパさんと二人でやろっかって言っとったら、全然関係ない天井が映っとる動画がものすごく大量に出てきて、子犬ちゃんたちが離乳食を食べとる動画は1秒たりともありませんでした。ほいでそのことをゆかちゃんに言ったら、ゆかちゃんがものすごく嫌な顔をしたもんで、ビアンカチンとパパさんは今日は怒っとるところ。これはパパさんは悪くない、みんな一生懸命やった結果のことだもんで、こういうこともあるよ。ほいだもんで、明日離乳食を食べる動画が出るかどうかわかんないけども、一応動画が出た日が初めて離乳食食べたっていうことにしようかって、ビアンカチンパパさんと内緒話で相談しとったところ、とにかく失敗しちゃったもんで、ビアンカチンはリーゼントさせてもらいましたっていうお話。ほいだけども、それ以外の動画はちゃんと撮れとったもんで、ちゃんこっち見てください。これ一番手前の方のバル君も完璧にママに甘えてます。モニカちゃんはこれパパさんに興味があるもんで、パパさんのことずっと見てます。みんないろんなことに興味持ってきたね。これでパパさんが遊んでやろうと思って、これぬいぐるみでバル君を誘っとるの。これバル君おいでって、おいじゃマジやか、あんたイズちゃん、あんたと遊ぼうと思っとったわけじゃないよ、イズちゃん、ちょっとおいでよー、イズちゃん、あんたと遊ぼうと思ったわけじゃないの。やめてください、パパさんは子犬と遊ぼうとしとるんだよ、イズちゃん。ほいで離乳食、これ飲んだ後なんだけれども、子犬ちゃんたちちょっと足らなかったみたいで、ママのおっぱいも追加でもらってます。でもイズちゃんもあん
まりおっぱいあげたくないみたい。おっぱいが痛いみたいだね。ほいでもね、イズちゃん逃げております。あれ、また戻ってきたよ。さあ、子犬ちゃんたち、ママ戻ってきたよ。イズちゃんあげる気がないけど、これも強引に立ち食いそばスタイル。これ強引にこういう風に滑り込んでおっぱいを飲んでおります。これは子犬ちゃんあるあるで、生後1ヶ月ぐらいによく見る光景です。犬ちゃんはおっぱいあげたくないけど、子犬ちゃんたちは欲しいもんで、こうやって追っかけてたまにぶら下がったまま引きずられて歩くこともあります。でもこういうのことも楽しい思い出。みんながお母さんのことが大好きで、最後の最後までおっぱいを飲もうとしとった。これは楽しい記録。見守り隊もちゃんと見守っております。これはホップちゃんです。イズちゃんちょこっとくらい寝てあげればいいんだけれども、どうしてもあげたくないみたい。もうね、ホップちゃんがちょっとそれ心配して、子犬ちゃんたちかわいそうだなって近くに来てくれました。イズちゃんは最近はお母さんの顔よりも娘の顔の方が多い気がする。だいぶイズちゃんも頑張ったもんで、気分転換しながらやればいいと思うけれども、子犬ちゃんたちこれ立ち食いそばスタイルだわこれ。だけどみんなたくましい。たくましく、お母さん逃げちゃった。お母さんいなくなっちゃったよ、ママがどっか行っちゃったよって兄弟会議してます。ホグちゃんはそんな兄弟がかわいそうだもんで、お顔をペロ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 舐めてくれています。子犬ちゃんたちはホグちゃんのことも大好き、ビアンカチのことも大好きだもんで、駆け寄ってくれます。ホグちゃん遊んでよって。ほんでホグちゃんはおばあちゃんだけれども、なんでかしら、ちょっとおっぱいをあげようかなみたいな体勢になっております。おっぱいはちなみに出ません。だけどこれがホグちゃんの優しさ。おっぱい出ないけども、子犬ちゃんたちきれいきれいにね、ホグちゃんお顔舐めたってください。みんなホグちゃんに甘えとる。子犬ちゃんたちはこうやってみんなに育てられて、もう大満足。モニカちゃん、ホグちゃんに顔舐めてもらっとるね。さっき離乳食飲んでお顔がちょっと汚れちゃったもんね。ホグちゃんにペロペロ舐めてもらってください。ほんで最後カブちゃん、カブちゃんのペロペロな嫌なんかい。お口パカーあげて。ということで今日は本当は離乳食のお話ししようと思ったけども、もう離乳食の動画が撮れとらんかったことは我が家では禁句となりました。この話題には決して触れてはいけません。今日は楽しい子犬ちゃんたちの動画がたくさん撮れたってお話。